植物活性用バクテリア製剤東京エイトを生み出した太陽油科が誕生したのは1963年。創業者の石田正夫はタクシー会社の経営を通じて自動車用オイルなど戦後日本の資源不足を痛感していました。そして資源の循環の重要性を確信するとエンジンオイルのリサイクル事業をスタート。さらに日本の高度経済成長や環境問題の深刻化と歩調を合わせるように事業を拡大し、微生物の働きで汚泥を浄化し資源を循環させる太陽油科を立ち上げたのです。時代の要請で設立したものの課題は山積みでした。東京のあらゆる場所から集積される汚泥の中の有機物の種類が一定ではなく、微生物も対応しきれないため処理が安定しなかったのです。このままでは処理が間に合わず事業の継続は難しい。スタッフは自分たちの知識だけでは限界があることを知り、外部の専門家に助けを求めました。当時の汚泥処理技術はまだ発展途上の段階。太陽油科は大学などの専門家とともに処理の効率化を模索し続け、設備の改善や増設を繰り返しながら難局を切り抜けていきました。時代は移り、東京の人口とビルが増えるとともに汚泥も増え続け、太陽油科にもさらに高い処理能力が求められるようになりました。しかし敷地には限りがあり、汚泥処理施設を新たに作ることはできなかったのです。もう微生物自体の働きを強化するしかない。汚泥処理の能力を根本的に引き上げるために2006年から微生物の研究を本格的にスタート。共同研究先の大学の助けもあって微生物の同定調査が進み、ついに太陽油科に集められてくる微生物の秘密が明らかになっていきました。世界最大級の人口を誇る大都市圏東京、ここには世界中からさまざまな人やあらゆる物資が集中します。その汚水は高度な下水システムによって集められていきます。そして最終的に集約された汚泥には地球上で唯一無二といえる豊かな微生物の集団が含まれていたのです。この研究で明らかになった集団微生物によって悪臭も軽減、処理効率は倍になりました。東京の微生物には無限の可能性がある、そう確信したスタッフはこの技術を他に転用するための模索を進め、2012年に専門開発チーム東京バクテリアラボを立ち上げました。ラボの試行錯誤が続く中、ついに農業への活用に気がつきます。太陽油科で抽出していた微生物はもともとは汚泥の匂いや汚濁を分解するために使われていました。匂いや汚濁の成分を分解できるのならば、土壌の有機物も分解して栄養分に変化させ植物の吸収を助ける働きもあるに違いない。そこで小松菜、キャベツ、玉ねぎなどに微生物を散布してみると、成長スピードが明らかに速く、大きく育ちばらつきも少なくなることが分かりました。国際都市東京ならではの豊かな集団微生物を活用した植物活性剤東京エイトはこうして誕生したのです。さらに有機農法での使用を見据え、東京エイトの製造フローを一から見直し、汚泥成分を除去する製造法を開発。4年もの月日をかけて微生物だけを培養することに成功しました。そして2022年、肥料として厳正な審査をクリアして有機ジャス資材に認められました。これをきっかけに東京エイトが各地で採用され、農業者の間で評判が伝わると、大規模農場でも取り入れられるなど、東京エイト活用の輪が広がっていきました。現在東京エイトは海外でも展開しており、アジア、アフリカの各地で本格的な栽培と検証が行われ、続々と広がっています。東京に集まる豊かな集団微生物から生まれた唯一無二の植物活性剤東京エイト、国内外から新たな効果も日々発見されており、持続可能な農業に至る新しい道を切り開いています。